あ、なんだなんだ、沖縄旅行とか行って調子乗ってオープンカーレンタルしてるやつアホ。よろしくお願いします。いません。まあまあ、いますね。いません、そういうやつ、はいはいはい、たまに。たまにいます。グアムとかハワイとか行ってオープンカーレンタルするやつ、ね、調子乗んなと。はいはい、僕本当に言いたいんですよ、やつかに。いいですね。ていうか、ちょっと、はい、今日声借りてるんですよ。あ、どうしたんですか。コロナでかかってるんですよ、飲み歩いてて、はい、で声借りました、はい、で今日なんですけど、はいはい、ほんまにガチガチで、はい、ほぼ突撃なんですけど、はい、宮迫さんが以前ヒカルさんとやられてた、はい、今宮さんがやってるあの牛宮城、はいはいはい、この上にあるんですよ、実は。ここちょっと右と左見てください。めちゃくちゃいいかも。気づかれてください。反射もしようとするんで。ここの書いてるやん。これなんですよ。俺一回行ってみたくて。で、おお、あんねんな看板。今日ちょっと軽く行っていいですかっていうことしか言ってないんですよ。はいはいはい、はい、でも僕なりにちょっといろいろ話したいことがあって、うん、もうタイトルとサムネイル見てもらったら分かる。そういうことです、うん、もう今から行きます。そういうことです。なるほど。場所いいっすね。めちゃくちゃいい場所、うん、こういうのある見て。いいね。めちゃくちゃいい道を俺は。いや、ここはフラガーフラこれは流行るで。そうっすね。流行る流行る、こんな流行るって。こんな感じだよ。確かに動画でしか見たことないですよ。牛とかそのまま調理せずに出ていくんで、顔とか絶対に。いやいや、ほんまにほんまに潰れるっすよ、そんな店。誰も思うぐらいが、そんなよくないっすね。よくないよくない。お、あれ、いざと。あ、です。あ、わー、いきなり。お願いします。すいません。お疲れ様です。まだオープンしてないんですか。いや、ちょっと軽くだって LINE だけしたじゃないですか。今日行きますみたいな。いや、これ使っていいですか、カメラ。いや、いいんですけど。いや、オープンしてないんですか。めっちゃオープンじゃないですか。オープンしてからちょっとエレベーターあるの。エレベーター開けて宮迫通りすごいな。うわ、うわ。違うんですよ。オープンしてから来てくださいは言いましたけど。そうですね。まだ全然、何にもオープン、まだ全先なんですよ。オープン、なんかあったんすか、トランプとか。ネット見ろ。いっぱい出てくる。違う違う。すいません、すいません。3月1日にオープンするんで。あ、それも決定なんですね。3月1日。それはもう動画でもやらせていただいたんで、なんですけど、はい、いや、まだ12月なんですよ。ちょっと、顔疲れてません。すいません、めっちゃ忙しいタイミングで決まったんで。ずっと、今日もずっと朝からずっと牛宮城でやって、ちょっと僕、話題じゃないですか、見させていただきたくて、はい、ちょっと、ご迷惑じゃない範囲で。いや、違うんです、ラムさん。もうすでにご迷惑なんですよ。何しに来たんですか。そんなこと言わないでくださいよ。そういうこと言わない人じゃないですか、宮迫さんって。でもまあまあ、まあまあ、何かあんのかなと思って。ルームツアーみたいなことしたいんですよ。今まあ、ちょっと、散らかってますけど。入っちゃっていいんですか、もうこっちから。いいです、いいです。もう、全然。でも、いきなりちょっとこの辺。ちょっといろんな作家さんに、竜宮城の絵を描いていただいたんで、かっこよくないですか。めちゃくちゃいいですね、これ。買います、ラファさん。ええっすか。買える焼肉屋さんなんですよ。アートを買える焼肉屋さん。で、あ、そうなんすか。そうです、そうです、僕ちょっとヒカルの動画全然見てなくて分かってないですよ。ヒカルさん正直、相手の動画見てないですよ。グループでしょ。グループに入ったんでしょ。はい、入ったんですけど。こういうアートも買えるな。アート買えるもんね。今日ここにいただいても大丈夫、トランプさん。え、これちなみにいくらなんですか。6000万。ありがとうございます。6000万。ありがとうございます。6000万でこれ買うんやったら、一緒に経営するわ。はい、経営してください。今日もそのタイトルとサムネなんで。ちょっといいですか。ちょっと資金には非常に困っていますよ。でも実際いくらかは知らないですけど、今から多分世に出るような方の作品なので、そこまで高いもんじゃないと思いますけど。ちょっと入っていいですか。あ、どうぞどうぞ。え、これどのぐらいまで完成されてるんですか。内装も結構だいぶ変えるんで。こっから変えるんですか。買います、買います。その見てもあれですよ、今ほんまに何にも変わってないんで、現状は。どうどうどう、すいません、失礼します、本当に。ごめんなさい、失礼します。コンセプトって、高級店ですよ。高級な雰囲気なんですけど、リーズナブルにお肉食べれますよ、みたいな。そういうコンセプトでやろうって言ってて、最終的に決まったのは、高級なコースはあるんですけど、アラカルトはリーズナブルで食べれますよ、という。なんか僕も、他の人の動画ちらほら、やっぱりどうしてもニュースになってるんで目には入るじゃないですか、はい、そもそもクリエイターがやるんでちょっとチートなんで、立地とか値段関係なく売れるんちゃうんって勝手に思ってるんですけど、それが多分甘いんでしょうね。甘いです。いや、甘い。で、売れると思いますよ、マジで。何が言ってんですか。違う、その考え方やったから最初に。よかった、悪かったりするんですね。そんなに厳しいですか。めっちゃ難しいです。僕やったらもうシャンパン、抜き物をめっちゃ置きますね、はいはい、そういう考えじゃないんですよ。コンセプトがね、違うんですよね。そうなんです。所詮やっぱ抜き物開けさせてなんぼじゃないですか。いや、もうそんなんじゃないです。焼肉屋さんそんなんじゃないんです。
いや、そうですけど、はい、やっぱ先輩のとこ来たなっていうことで、はい、僕なんか来たら、はい、メッシュとさらにシャンパン開けてなんぼじゃないですか、はい、そういうのって。例えばラファさんのような方が来られるのであれば、はい、そういう人用のそういうのも置いておきます。めっちゃ抜いてください、そっち来たらエレベーター出たらすぐにポンってやってくださいすぐ渡しますからそのめっちゃじゃないじゃないですかお酒も多分いろいろ置くとは思いますけど、はい、めちゃくちゃ出来上がってるじゃないですか。うわ、広っ。あ、てか、ほんまにいちいち絵がすごいな。これ見てんのか。あ、いいっすね。ここめっちゃエロくないですか。ここここエロいでしょ。ここめっちゃエロい。あ、絵もある。うわ、ほんとだ。え、めっちゃエロい。なにこれ。あ、いい気がするね。なにこれ、めっちゃかっこいいやん。こんなん絶対高単価でいけるでしょ。ダメなんですか、それ。甘いんですか。内装は光るともまあ気に入ってくれてたんで、はい、僕もすごく気に入ってたんですけど、こと焼肉屋さんって考えると、はい、いろんなところにもそごがいっぱい出てきたんです。最終的にはこの辺もどうなるか、え、全然変わってしまう可能性はあります。いろんな意見があるんでしょうね、その、まあ、ずっと選びてる業界の方たちのデータの集計の取れた、やっぱプロの人に聞くと、確かに言われてみたら確かにここはあかん、ここはあかんがいっぱい。あ、そうなんですか。はい、ここを作っていただいた方はアートとかそういうのが映えるようなデザインにしていただいたんで、こと焼肉屋に特化したデザインではないんですよね。少なくてもここの席は座りたくないですか。そうでしょでそういうこともあるんですよ。そこの席は座りたくないですか。でもここまで一旦靴を脱がなあかんかった場合、向こうの個室とかに行くときに店員さんいちいち靴履き替えていかなあかんのか、それじゃあかんよなとか。そんなレベル？はい、土足でいいんじゃないですか、もう全部。だから結局そうなると思うんですよ。そんなことは想定にしてなかったんですよね。いやちょっと、はい、関わりたいな俺。関わるって炎上するんかな俺も。いや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 、ザ炎上側でしょ。炎上かかってこいなんで。いや、そうでしょ。待ってます、僕が。協力っつってもね、あの今のいますから、協力してくれる人は。何がしか協力していただけるんであれば。それもちろん、そうやらしてくださいよ、そんな。ガチな話で、うん、ほんまに金ないです。いや、あるでしょ、宮迫さんは。もう、ね、持ってるんですよ、うん、宮迫さんは。持ってるんですよ。ラスさん、マジなんですね。これ、ほんまに金ないから。でも、もういや、でも、はい、企業案件振りますじゃん、いっぱいお願いします。そうや、宮迫さんの企業案件いっぱい振ればいいでな。あ、そうね、確かに。ください、振り先困ってるぐらいなんですから。マジですか。マジっす、マジっす。それ、大丈夫のとこですか。まだですよ、まだ前回も言いましたけど、スタッフライド、まだ、反射を向けますか。いや、だから案件もちょっとこっち絡みだ。やかんかん、絶対あかん。一番触れたらあかんとこ。ちょっとそれほんまちょっとメモに入れといてます。宮崎さん、ほんまに入れといて。ちょっと善良な企業案件。あ、もう振るだけ振るんで、あのコンプラチェックしてもらって。それ助かるね。そちらも助かります。いやいや、え、向こうも見れるんですか。向こう大丈夫ね。はい、どうぞ。めちゃくちゃ中ほんまに渋いな、これ。うん、いや、内装ね、良かったんですよ。どういうか、お手洗いが前の店知ってるんで、同じでしたね。お手洗いの場所は一緒です。めっちゃ広いな、マジで。広いっすね。おしゃれな牛くん可愛いですよ。いや、めちゃくちゃいいっすマジで。わー、なるほど、この感じっすね。めっちゃいいっすね。やっぱ8人でも来ると。ヒロマジ、こっちもあれ、こっちも。うわ、ほんとだ。この椅子いいっすよね、ゴールド。めっちゃいいっすね。広すぎません。ちょっとオペレーションやましいっすね、確かに。そうなんですよ。なので、最終的にはど真ん中のところが席はなくなってくると思うので、はいはい、最初のオープンは少なめに店員さんが慣れるまでは。ごめんなさい、僕もその知識ないんですけど、はい、キャバクラがあるんで、はい、種持ってるやつらはその辺にいそうですよね、そこの客層は。これから渋谷でももっと開発されるじゃないですか、はい、大人の遊び場に変わっていくんで。そうですよね。なんで、あの高級なコースの方もそこれめっちゃいいっすね。普通に僕ぐらいの年齢層のちょっと小銭持ってる人間が女の子と普通にカッコつけて来れる店ですよね。いや、そうなんです。本当に素敵な内装とかもアートも本当素敵やし。奥も見ていいですか。はい、どうぞどうぞ。で、またここにもあるんや。あ、これは広いな。ちょっと広いな、これは。僕、あれっすね、隣の席とこんな風に声漏れる部屋嫌っすね。なるほど。変なこと言えないんで、そうなると。ここも嫌っすね。僕はもう換気の問題ですね、焼肉屋さん。僕は P ですよ、これ絶対 P やけど、はい、焼肉が有名じゃないですか、はい。めっちゃ好きなんですよ。行かない理由はそれです。隣の子めっちゃ聞こえるんで、もう何も話せないです、あそこ。でも、あの、焼肉屋でそんな変な話せんようがいいです。違う違う、なんですけど、まあそうですね、いろんな話あるんですけど、例えば普通に昨日撮影したっていうのも、はい、公開してないから言っちゃダメじゃないですか、はい、例えばですけど、はい、とか、なんかいろいろありますよね。よく行ってたもつ鍋屋さんがもう抜けてて、あ、丸聞こえで、隣のグラビアアイドルの飲み会みたいなんで、はい、絶対言われへんこといっぱい言ってました。
俺が記者やったらどうすんねん君らっていうの。いやさ、僕はそこめっちゃ気使いますからね。なるほどなるほど。まあ、シンプルにこれ飽きすぎっすよね。もう多分めっちゃうるさいっすよこれ。なるほどなるほど。このコンセプトでこんな空いてて、うん、でシャンパンとか入れ出したシャンパンとか入れるやつうるさいんだって声でかいんで。なるほど。ってなってくるとこれ多分やばいっすよ。そんなシャンパン入れる人来ないと思うんですよ。僕がそういう風な風潮にしちゃうじゃないですか、ここ来て。やめてくれ、やめてくれ、本当に。風潮をやめてほしい。そういう風にするじゃないですか。ここ来たらシャンパン入れなあかんでみたいな空気感出すんで。いや、ラフさんのお知り合いは隔離しますもん、これ。あ、もらったこともあるんですか。VIP があるんで、VIP 声もらえないです。広っ、めっちゃ広いね。めっちゃ広い、下。VIP 行きます。いいですか。見たい。見たいですね。状態はちょっとあれですけど。広っ。そうですよね。広いね。チームも広いですね。皆さん、僕、はい、何個かネタ考えてるんですよ。ネタ借金なりました。はい、働かないためです。宮迫さんのところでアルバイトするっていう。えラバさんか。はい、もう今言っちゃったネタバレですけど、はい、そういうの考えてるんで。いや、雇わないです。いやいや、この状態で働くんでしょ。そうそうそう。いや、迷惑です。怖いじゃないですか。ラワさんのことを知ってる人は別にいいですけど、店員さんが仮面かぶってどうぞ、うわーってなりますよ。必ず10万円以上のシャンパン浴びないとダメっていう設定上で、お客さんにちょっと高速道路みたいになってますけど。ダメです、ダメです。コンセプトブレブレになりますから。コンセプトって大事ですか。いや、大事ですよ。まあ、順調にね、オープンできたらそういうイベントこともあったらいいですけど。そうですね。島やもんな。こっちのこのリップルームだけ上も。そういうことですね。すごい。これ右は何ですか。エピフルーム専用のトイレです。ああ。めちゃくちゃ。ありがたい。ここで YouTuber の人が撮影していただいたりとか。うわぁ。いいやな。何これマジで。で、まあ、現状ここちょっと絵がないんですけど、もともとこの作家さんが光くんのために描いていただいたやつなんで、それも光くんが買い取ってくれました。ぶっちゃけなんか僕も素人目線でさっきも向こうの方を指摘しましたけど、はい、ぶっちゃけ宮迫さんなんかめちゃくちゃ食すごいから、もっといろんなことをすごい分かってるんです。めっちゃ知ってそうです。まあ、いろんなそう、あのこういう焼き肉も大好きですし、そうですよね。でもやっぱりあくまでお客さんで行ってたんで、ストレスないな、やっぱりいい店はぐらいしか思ってなかった。確かに自分がやるってなった時に、確かに言われてみたら、今ラバさんの指摘通り確かに漏れるよなとか、言われないとやっぱ分からないこと多いですよね。一番気使うのはもうトイレの距離と声漏れるかどうかです。完璧でしょ。完璧ですね。僕でもシャンパン完璧ですね。週2ぐらいで来ます。3月1日めっちゃいいですね。本当に来ます。シャンパンをとにかく、もう時間ないんでお金だけ置いて帰りますよ。もう時間ないんで僕。全然いいですよ。そんなはええやん。どんな店なんですか。焼き肉屋来て、とりあえず来ましたよってお金だけ。そんな店ないでしょ。これは楽しみやな。でも僕渋谷にですね、デートだったりうんぬんかに来るんですけど、はい、焼肉屋さんが以前行ってたところがもうやっぱ潰れてなくなっちゃってて、今のコロナ禍でね。そうなんですよ、はい、ほんまにしないもんな。俺も毎回徐々に行ってるもんな。毎回徐々にですね、撮影中とか。それはもう絶対使ってください。昼間やる予定ですか。まだ今ちょっと時間帯はまだ決めてないですけど、ラバさんはその昼間からシャンパンを。じゃあ全然開けますよ。開けてくれるんやったら昼間開けますよ。シャンパンっていうか、まあ高いワインですね。高いワインとかもオーパスぐらいは絶対置いててほしいですね。ああ、もうそんな個人的にもって言います僕。もう立ち飲みバーみたいに1回ずつお金もらっていきますか。じゃあオーパスどうもっつって。でもあれですよね、高級になればなるほど、じゃあソムリエおらなおかしくなるとか、あなたオーパスじゃあ2015置いてたらいいっていう問題じゃないとか、いや2005が欲しいとか3が欲しいとかなってくるんで、そっち行ったらそっち絶対ソムリエとか必要なんで。そういうお店もあったりなかったりする。絶対それは味わかるんですよ。あ、年代ごとでは分かんないですよ。美味しくないオーパスとかあるんですよ。ええー、ラファさん分からんと思うけどな。いや、分かんないと思います、正直。はい。分かんない。何年間絶対分かんないと思います。分かりますよ。うまいかどうかぐらい分かるでしょ。いや、その、そんだけね、今、建築、オーパーさん年代で違うって。皆さん、ちなみにですよ、PRC6、7種類ぐらいあるんですかね。僕、全部当てます。いや、ちょっと多分嘘やほんまですいや、楽しみですね、でも本当に。ありがとうございます。マジで本当に多分来ますよ、僕。いや、来てくる、本当に来てください。マジで美味しいお肉、もうそれは自信ある。あんなん大体あるでしょ。ちょっと砂糖多めに入れてタレ作っとったら大体美味しいでしょ、肉だって。あ、もうおたくの人は多めですよ。わかりました。おたくの人青ですか。わかりました。みんな持ってます。大丈夫です。めちゃめちゃうまいですか。試食しすぎてだいぶ太ってきたんですよ。確かにちょっと太すぎやすい。そうでしょ。ここ何週間でもだいぶ太りましたよ。
ジムで見ないあのお見かけした時よりは、はい、確かにむちゃくちゃ試食してますから。金ないのに太っていくと思う。いやそうです何年って何年ってあるんですよ。何年ってないんですって。でも僕あのこのチームでゴチバトル的なことあやりたいですよね。やる時は、はい、僕値段結構当てれるんですよ。味分かってないくせに当てれるんですよ。確かにラバさんそれは当たってもこれは高いやつやってもらうんですよ、はいはいはい、ぜひやってください、はい、ここでここでやったいですね。チャーシュー丼とか出しとったら大体売れるってだって裏メニューって書いてあったら売れんねん。言いたがんねみんなこれで恨みにやねんけど、俺もっと賢い人やと思ってああ、そうですアホでんな。はい、そうなんですよ、そうなんですよアホでんなパフォーマンスですもん、金分かけといたらいい。いやいや、そんなこと思ってたんですよ。大間違いでしたよ。ほんと難しいです。難しいです。結局、何しに来られたこんな動画で開店前、改装前の店でこんな立ち話あります？中井さん。すいません、え、チャンネル出たいです、僕宮園さんのチャンネル。せっかくですか、この後、お願いします。いいですか？いいですよ、はい、もうちょうどはい、お肉自体は、はい、お店で出すやつ完成したんで。おぉ、ロー君食べれるってことで、めっちゃ嬉しい、それ初試食を。おぉ、僕ほんまに言うて高いの食べてますからこれは楽しみですよ。いやお願いしますよ。もうこれ初試食、まあ、前回のヒカル君との試食会でも大炎上したので、はい、これほんまかかってますのでちゃんと。いや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 、これ責任重大ですよ、ラオカさん、うん、そうですよ、ちゃんと言ってください。いやそれはほんま言います、任せてください、はい、お願いします。そんな僕ヒカルさんみたいに空気もわれへんこと言わないんで。いやいや、ちゃんと美味しいこと。そういうことですよね、はい、そういうことですよね。あとサムネで握手しててあれみたいなサムネちょっといいですか。ああ、いいです。一緒にやるんかみたいな感じで、ちょっとそれだけ最近協力してください。やらしいな。